中国四国パラ陸上競技大会がおととい松山市で行われました。走り幅跳びで来年のパリパラリンピック出場を目指す松山市出身の石山大輝選手が力強い跳躍を見せました。おととい、ニンジニアスタジアムで行われた中国四国パラ陸上には133人のパラアスリートが集結。トラックやフィールド、投擲競技で自分の記録に挑戦しました。この中でひときわ注目されたのが、今年7月の世界パラ陸上走り幅跳びで4位に入賞し、来年のパリパラリンピック出場を目指す松山市出身の石山大輝選手です。石山選手は視覚障害で2番目に障害が重い T12 クラスで、パラリンピック代表候補の1番手。パリではメダルが期待されています。世界パラの後の充電期間で自身の持つ日本記録7メートル7には届きませんでしたが、6本の試技すべて踏み切りを合わせて徐々に記録を伸ばし6メートル56、堂々のパフォーマンスで地元の声援に応えました。内定を勝ち取れればとは思うんですけど、勝ち取れた場合はせっかく世界で4番っていう順位を取っていっていけているので、少なくともまずそれは絶対超えないといけないなと、しっかりメダル勝ち切れるように、そこはその記録だけじゃなくて勝負強さとかも絡んでくると思うので、運と勝負強さを高めていければなと思います。また100メートルではパラリンピックに3度出場した矢野茂樹選手と松山盲学校の石丸翔選手、そして石山選手の愛媛出身の3人が同じレースで力走。大いに刺激を受けていました。パリパラリンピック代表は来年5月に神戸で行われる世界パラ陸上の後決定します。